超心理学。本記事では超心理学、超心理学、パラサイコロジーについて解説する。日本超心理学会によれば、超心理学は、心と物あるいは心同士の相互作用を、科学的な方法で研究する学問だとされる。リンピクネットの書籍では、基地の自然の法則では説明できない現象を、研究する学問、としている。ハニアヤは、超心理学とは、 いわゆる超能力を研究対象とするものだと説明した。具体的な研究対象は、基本的には ESP とサイコキネシス、念力だとされる。前者にはテレパシー、予知、投資などが含まれる。ただし実際には、超心理学は、臨死体験や体外離脱、前世記憶、心霊現象も、研究対象に含む場合もある。 研究対象は超自然的なものであるが、各国の超心理学会などでは、方法論は実験心理学の規範に準拠するとしている。被験者の割り付けやデータの統計学的検定といった研究計画については、通常の実験心理学よりもかなり厳密に行われており、追試が可能な形で行うことを目指す、あるいは実際に行うというものである。日本超心理学会は、 その存在の有無や仕組みを科学的手法に基づき、特に行動科学の手法を用いて明らかにしようとしているとしている。ただし、この学問に対する評価には幅があり、科学と認められるとするもの、科学的なものとしては認めるが、心理学ではないとするもの、研究対象となるべき、現象、超感覚的知覚能力などがそもそも存在しないとするもの。 疑似科学の範疇とするものなど、様々である。だが、欧米の有名大学において博士号を授与されてきたという点で、超心理学というのは、超常現象、心霊現象に関する研究の中では最も、科学的で、アカデミックな色彩が強い分野である。と、ハニーアヤは解説した。JB ラインとその弟子たちら、超心理学の創世期の人々が残した、 花々しい研究成果は、その後に実験条件を厳しくされたことによって、次々と否定されるに至った、ともされ、また、その後新しい手法が開発されると、偶然の期待値を上回る、好結果が発表されるが、それが、やがて否定される、ということが繰り返されており、超心理学者らは現在でも、研究の対象がそもそも実在することを証明する。 ことと、に、かなりの労力を費やししている、とハニアヤは指摘した。日本では講義の超心理学が再科学と呼ばれることがあるが、再科学はオカルト的な要素も含むため、超心理学とは分けて考えるべきだとする見解もある。歴史的には、ジェームズ、フロイト、ユング、アイゼンクといった者たちも超心理学に関わることもあった。 超心理学という言葉が造語されたのは1889年のことであり、ドイツの美学者あるいは心理学者、マックス・デソワールによるものである。一般にパラサイコロジー、超心理学という用語が広く使われるようになったのは、アメリカ合衆国のオスカロライナ州ダラムのデューク大学に超心理学研究室が設置され、1927年に、 スコットランド出身の心理学者が教授として迎えられ、同年に j b ラインとその妻レイザも参加したことによると言い,い、ラインがこの超心理学という用語を広めたとされる。ラインは超心理学の父ともされる。1930年にはこの超心理学の実験作業が本格的にスタートした。j b ラインの計画は、地里眼、テレパシー、予知。 サイコキネシスなどの霊能力が管理された研究室の条件下で著名な演技者を使わなくても実演可能であることを示すことだったという。そこで、まず心霊調査を信頼できる学問とする作業に着手したと言われ、1934年に発行された著書、超感覚的知覚は広く読者を獲得し、ESP という用語を一般に知られるものとしたという。 ラインは統計学の検知からも何癖のつけようがない結果を出したという。例えば、ゼナーカードを用いて実験を実施し、実験対象者の一部は普通に予想される5回以上の的中率を反復的に実現することを示したという。その一方で、ラインの実験結果のほとんどに批判が寄せられているともされる。ただし批判があるにせよ。 例の存在の介在を排した形での超能力研究を確立した意味で、ラインの功績は評価されるべきだ、ともされる。ラインの助手のベティハンフリーは、テストの結果は、開始時が最もよく、次第に加工し、テストを続行すると再度上昇に転ずる、ということを発見した。これは、有局線、低下効果、退屈要因などと呼ばれるようになったと言われ、超心理学の分野では、 再現可能な最初の発見事項とされている、という。また、ニューヨークの超心理学者、ガートルード・シュマイドラーは、ヤギ、羊効果を発見した、とされる。これは、ESP を信じる。被験者は、信じない被験者に比較すると、良好な結果を出す傾向がある、という内容のものである。ヤギ、羊効果。1957年には、 超心理学研究の水準を引き上げることを目的としてアメリカ合衆国で超心理学会、超心理学協会、PA が結成された。この学会は世に認められている通常の学問分野と同様に作読制度を採用した専門誌を発行している。1965年、LINE が退職し、この超心理学研究室は現在は大学からは独立した。 超心理学研究所として存在しているというが、ラインが主導して1957年に設立された超心理学協会は、1969年に米国科学振興協会の株機関に認定された。j b ラインの後に様々な手法が開発された。例えば、ラインが用いたゼナーカードに代わって、無作維持小生成装置というものが、 超心理学研究室の標準的な装置になったという。また、物理学者のが放射性崩壊のような予測不能の物理現象に対するサイコキネシスの効果を検知する可能性を示し、これはプリンストン大学のロバート・ジャンをチーフとする研究チームによって正しく再現されたと申される。現代の超心理学実験は非常に高知を極めており、 その方法論も大変進んできているのだが、大抵の人たちはそれに気づかないままでいる。上記の米国や欧州とは文脈が大きく異なるが、日本では福良八百六1869,1952が、心霊研究や超心理学の草分けとなった、とされ、東京帝国大学の助教授時代に、三船千鶴子の存在を知り、またその後、 長尾育子の研究を行った、とされる。現在の日本では、日本超心理学会、初代会長、小熊虎之助明治大学教授二代目、会長、大谷総治防衛大学校心理学名誉教授や、日本最科学会、創立者、古関秀夫、会長、佐々木茂美電気通信大学名誉教授において、行動科学から、認知心理学。 さらには素粒子物理学をもとにした検証や論究が継続されている。米国において、超心理学の専門の学部を備えた大学はカリフォルニア州オリンダの一校であるという。ただし心理学部の大学院課程で研究が継続できる大学が JF ケネディ大学以外に数校あるという。イギリスにおいては1983年以前には、 エディンバラ大学の三大学において、個人ベースで超心理学の大学院教科研究が提供されたとされ、数名の心理学部の学生が心霊現象の研究論文で博士号の学位を取得したとされる。そして、1983年にアーサー・ケストラーの遺書により遺産70万ポンドがイギリス初の超心理学部の創設のために帰宅され、これに対して、 エディンバラ大学とカーディフ大学が名乗りを上げ、結局これをエディンバラ大学が引き受けることになったという。この超心理学部は、ケストラー記念超心理学部と名付けられ、1985年にロバート・エル・モリスが初代の主任教授に任命された。ヨーロッパでは、イギリス以外に、オランダのユトリヒト大学でも超心理学研究室が、 設置されたが、同研究室が閉鎖された後では、エディンバラの超心理学部が、ヨーロッパでは、唯一の専門学部だとされる。日本の大学には、超心理学を専門とする学部や、学科は存在しないが、明治大学情報コミュニケーション学部では、教授の石川美希人や、准教授の昼川律らが超心理学的な研究も、行っており、同大学院では、 そのような研究でも博士号を取得することが可能だと、される。マイケル・フリードランダーは、外観すると、超常現象が実在すると頑固に信じている人と、実在を頭から一切否定する人に、ま、二つに分かれていると指摘した。この両者の中間地帯に、比較的人数が少ない、第三のグループが存在していて、超常現象に関する主張を検討するにはやぶさかで、 ないといいとう姿勢で実験に勤しんでいるこの第三のグループもさらに2杯に分かれているように見えると述べられることがあり、片方の歯は非常に懐疑的であるものの厳密で科学的な対象標準を持ち込んで実験や研究を行っている。この人たちは今でも中立的な姿勢を守っており結論を出していないが、 超常現象の実在の立証に関して成果と呼べるようなものは今日まで提出していないという。もう一つの歯は、蒸気の歯とは共造のような関係にあり、現代科学のテクニックを大いに活用しているものの、超常現象を共感を持って受け入れたがっていて、実験の対象に蒸気の歯に比べてより思いやりがあり、また自身の過ちにも寛容であるように見える、と述べた。 研究者の態度について、石川幹人明治大学教授は、公開サイト、超心理学講座の、超心理学における7つの誤解では、超心理学者は進歩は、棚上げにして、経験的事実に基づいた研究を行っている。超心理学者の中には、会議論者も、多くいる。当然、霊魂の存在などを前提とすることはない。とした。初期の実験。 ラインが行ったものでは、特別なカード、ゼナーカードの中からランダムに一枚を選んで伏せ、それがどんな図柄のカードか被験者に当てさせるという実験を行った。ロバート・ジャンやチャールズ・ホノートンなどといった人々が行っている現代の実験では、被験者が実験装置から感覚的な手がかりを得たりしないように、電子機器やコンピュータによる 乱数、地球にランダムに降り注ぐ宇宙船などを利用して標的の選択を自動化している。ロバート・ジャンとその協力者らによってプリンストン大学工学部の変則現象調査研究所で行われた実験はランダムに選ばれる数列に対して精神が何らかの影響を与えられるのではないかという可能性を測定するために大規模テストを自動的に行う。 電子装置を設計し、被験者らは選ばれた数値を大きくしたり、小さくしたりするように求められた。ジャンの実験のサンプル数、試行回数は極めて大きかった。例えば、平均値の予想が100.00となるテストを5万5000回試行し、ある被験者はスコアを上げようと努力した時の平均は100.082に逆に下げようとした時には、 平均が99.86になったと報告された。この実験についても、批判者たちは例によって、実験手続きや統計分析をかすかに入り際にほじって検証し、懸念を表明した。スタンフォード研究所、SRI に在籍していた科学者、とは、遠くの情景を除述できると述べるユリ・ゲーラーの、投資能力をテストした。ゲラーから数百マイル離れたテストの現場へ出かけ、 ゲラーは前もって決められていた時間に遠く離れた場所にいる実験者の周りの景色がどうなっているか言葉や絵で描写した。パソフトターグは描写を採点するシステムを考案した。論文を書き上げ、査読制度がある科学雑誌メイチャーに投稿し、それが掲載されるという栄誉を受けた。だが、絵の童貞方法や実験手続きが批判を受けた。 ケストラー記念超心理学部の主任教授であったロバート・モリスはと合流し、このドンはを開発した。ガンツフェルトとは全体やを意味する。ガンツフェルト実験では被験者の目はアイマスクで覆われ、耳にはイヤホンをつけ、ホワイトノイズが流される。被験者の全感覚、すなわち全体への入力がどれも遮断されるのである。 こうして世界から感覚的に隔絶した状態で、被験者は隣の部屋で一連の絵を眺めている実験者からの情報を受け取ろうと試みる。この実験を何千回も繰り返すことによって、期待される確率よりもほんの少しだけ正しく優位な予知ができるという結果が得られたと言われている。ホノトンが厳密に練り上げた研究プログラムは、ホノトンが1991年に亡くなった後も、 続けられているとも言われている。国母秀行笠原敏夫らが、1990年代に日本で行われた研究についてまとめている。超心理学における実験では、以下の要因が重要とされている。超心理学実験の特典は、超心理現象を信じる者、羊が被験者の時は高く、超心理現象を信じない者、ヤギが被験者の時は低い傾向がある。 この現象は偶然には1万分の1未満の確率でしか起きないにもかかわらず、集合実験でも個別実験でも検出された。この効果は、ジョン・パーマー、ガートルード・シュマイドラー、T.R. ローレンスなどの超心理学者らの実験によって検出された。パーマーによれば、実験が成功するという状況に、被験者が心理的快適さを感じていた場合、ターゲットを当てやすいとされる。 全く同一の実験であっても、実験者が誰であるかにより結果に違いが出ることがある。これを実験者効果と呼ぶ。ヤギ、羊効果は、被験者側の信念が影響する例であるが、実験者側の信念も実験に影響することが広く知られている。会議論者のリチャード・ワイズマンと超心理学者のマリリン、シュリッツが実験者効果を調べる実験を行ったところ、 全く同じ条件の実験であるに関わらず、シュリッツが行った実験のみに優位な結果が得られた。ガートルードシュマイドラーの実験では、独善的で冷たく自信過剰な印象の実験者の結果が失敗しやすいという結果が出た。また実験者の妻が入院している期間のみ著しく、スコアが低いという結果が出た実験なども見られる。自発的創造傾向とは、 心の内に自然に現れるイメージを積極的に求め、重要視する傾向のことである。ジョン・パーマーの実験によれば、自発的創造傾向は ESP が発揮されるについて重要な性格傾向であるとされる。こうした傾向を持つ被験者が、社会心理的に快適な状況の実験に参加すれば、成功しやすいとされる。また、不要なシュタインカンプの実験では、外交性が高く、 神経質傾向が低く、知能が高い被験者は ESP 特典が高い傾向が見られた。そうした被験者は社会心理的快適さを得やすいためと考えられる。超心理学の実験では学者によって、でっち上げが行われているといった批判的な見解を示す人もいた。デビ事件やソウル事件など歴史上そうした事件は存在した。しかし、 1970年代後半以降の超心理学上のデータについては、ガンツフェルト実験のメタ分析の結果で打ち上げ説は当てはまらないとされる。超心理学を批判する者からは、オクライリ効果が生じている可能性が指摘されることがあった。オクライリ効果とは、超心理学に限らず自然科学の実験全般で起きる可能性があるもので研究者が、 望みの結果ではない実験、失敗の実験は報告せず、お蔵入りにしてしまい、望み通りの結果が出た、実験の方ばかりを報告すると、基礎データに偏りが生じ、結論にも影響する、ということである。この問題は超心理学で正規から指摘されていたが、1974年から、ガンツフェルト実験のメタ分析、複数の研究報告をまとめて、 全体の傾向を分析する手法が発見するにつれ、これらの実験でこの効果が生じている、可能性は否定されるに至った。メタ分析の結果、失敗した実験もお蔵入りされることなく、報告されている状況が判明したのである。超心理学では、いわゆる心霊現象や臨死体験などの理解の仕方に関して、いくつかの仮説がある。超 ESP 仮説では、 死後性や霊魂の存在の証拠とされる心霊現象も ESP や超能力によるものだとみなすことで霊魂を想定しなくても説明可能になるとする。これと対立するサバイバル仮説では肉体の死後も何らかの存在が存続し続けていてそれが様々な超常現象を引き起こしているとする。ロバート・キャロルは怪奇論者の辞典 査読を書いたロバート・キャロルによる個人的な本、サイトにおいて、新読み性のある、超心理学の専門誌も少なくとも6誌ある。しかし、この研究分野の特徴は、詐欺や疑瞞である。きちんと比較実験を立案して、統計データを解析する能力にも欠けている。と述べた。また、スーザン・ブラックモアのように、何年経っても、 超常現象の優位に支持する結果が見つからず、研究を諦めてしまった、超心理学者もいると書いた。また肯定的結果を得たと主張する超心理学者が、蔡の存在を支持しない研究結果を、わざと無視して、自分の研究結果を正当化してしまうことも多い、とし、ラインも、自分の信念を支持しないデータは理由をつけて捨てていた、とした。 オクライリ効果ダグラス社の取締役会会長のジェームス・マクドネルにより50万ドルの出資によって1979年に設立されたマクドネル超能力研究所というおそらく世界で一番資金のある超能力研究所があったこの研究所の所長であるピーター・フィリップス博士に超能力実験においていかにイカサマシのトリックを見抜くか マジシャンのジェームス・ランディが11カ条の助言を送り、また要請があれば、無償で実験に立ち会うことも申し出た。ところが、ランディの申し出は断られ、助言も無視された。封も開けられず手紙は送り返されていたという。これに怒ったジェームス・ランディは、ある計画を立てた。レアル。ランディは、この研究所に二人の若いマジシャンスタイブ・ショート・マイケル、エドワーズを送り込み、 自分たちに超能力があると研究所スタッフに思い込ませることに成功し、研究は彼らがマジシャンであることが暴露されるまで3年間続き、金属を曲げたり、念射やテレパシーなどの実験をしても研究所スタッフは誰一人、それが手品であることを見抜けなかった、という。二人がマジシャンであることが暴露された2年後の1985年に、研究所は閉鎖された。 その後ランディは超能力を目の前で実証することができたなら100万ドルを申定するという企画を行っている。ランディの方はこれまで300人の超能力者と名乗る者たちが100万ドルを求めてランディに挑戦してきたがことごとくそのトリックを暴いたので未だ誰一人として自慢の超能力を実証した者はいないと言ってはいるもののランディのこちらの企画に関しては ランディのやり方にも問題があるようで、様々な批判がされている。超心理学研究にあえて足を踏み入れていった科学者たちは、一体どういう人物だったのかというと、別に奇人変人というわけでもなく、疑似科学者だったというわけでもない。例えば、ピーター・フィリップスは、見識ある物理学者であったし、テイラーは、 現代物理学に関する多くの啓蒙状を表したことでよく知られており、ロンドンのキングスカレッジに講座も持っている。ロバート・ジャンはプリンストン大学の工学部で教授を務めている人物である。これらの人物をはじめとする科学者らにとって、超常現象というものは対象として扱い始めたときは、現代科学で用いられている実験方法をもってすれば、 どうにか解決可能な問題だと見えるものなのだということには留意しておく必要がある。そう見えたにもかかわらず、成果らしい成果を出すには至らなかったとも言われているのである。大部分の科学者は、超常現象に関する研究は研究者として実りがないとみなしている。ただし、すでに終身在職制度で自身の地位が守られている場合は、 テーマに人気があろうがなかろうが自由に研究課題が選べる。しかし、将来の教授のポジションや終身在職権を狙っている学者が、超常現象の研究を行うことでそれを得るというようなことは非常に困難である。明治大学の石川美紀人は、超心理学の周辺の学問、心理学等々の学位を取得しその分野の研究者の 職を得た上で超心理学の研究を行うことを一つの方法として進めた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。